先月、小矢部市の養鶏場で発生した鳥インフルエンザは、渡り鳥の持つウイルスが侵入した可能性も指摘されています。これを受けて県は今日、渡り鳥のいる池などで鳥の糞を採取してウイルスを調べる取り組みを始めました。高橋記者がお伝えします。富山市の田尻池です。渡り鳥の飛来地であるこの場所では、カモ類や白鳥など数多くの野鳥が確認できます。今日は県の職員や鳥獣保護管理協力員合わせて4人が池の周囲にあるカモなどの糞をすくい上げ、試験管に集めていきました。先月、小矢部市の養鶏場で発生した鳥インフルエンザでは、感染力や致死率が高い H5N8 型のウイルスが確認されました。渡り鳥の持つウイルスが養鶏場に入り込んだ可能性も指摘されていて、県は鳥インフルエンザが発生した養鶏場から半径10キロ以内の野鳥監視重点区域と県内の主な渡り鳥の飛来地合わせて16カ所で野鳥の監視を強化しています。糞の調査は例年の田尻池に加えてこの野鳥監視重点区域でも行われましたが、感染拡大防止のため田尻池の調査だけが公開されました。今日は合わせて100個の糞を採取したということです。野鳥に関しては、いろんなウイルスを持っております。で、野鳥全部をコントロールするということはまずできないんですけれども、とにかくその養鶏場とか課金やってる方、そういう方に被害が及ばんようにできるだけ その警戒というか調査をして、警戒発というか、なんかその伝えれるように。集めた糞は愛知県の検査機関に送って高病原性のウイルスが含まれているかなどを分析し、結果は10日ほどで判明します。県は糞の採取調査を4月上旬までにあと3回行うことにしています。